はいどうも、フガです。今回は登録者2500人を突破した記念動画と、これからのこと、それからこれまでのことを踏まえた動画を撮っていこうかなと思っております。いきなりですが、まずはじめにですね、登録者2500人を突破いたしました。登録してくださってる皆様、本当にありがとうございます。引き続きですね、このチャンネルをよろしくお願いいたします。本当は1000人、2000人という節目で撮れたらいいなと思っていたんですが、まあ、2500人まで来てしまいましてですね撮るタイミングを失ってしまったんですかね。2500人という節目でこの動画を撮っていこうと思っています。本当に動画自体ですね、久々になります。2ヶ月ぶりぐらいになるかなと思うんですけど、この動画を見てくださってる方っていうのは、おそらくですね、このチャンネルに興味を持ってくださってる方だったり、僕自身に興味を持ってくださってる方だったり、まあ、定期的に僕のチャンネルの動画を見てくださってる方なのかなと思います。まあ、機材の情報を発信してるチャンネルなので、あまりこういうね、動画をね、見たいっていう方はいらっしゃらないのかなと思いますので、ね、まあ、そういう方が見てくださってるのかなと思いますし、また登録者2500人の中の方がですね、一人でも見ていただけたらなと、この動画を一人でも見ていただけたらなと思って、まあ、そんな内容にしようかなと思っているんです。っていうのも、まあ、今日の動画はこれまでのことをやっぱり振り返りたいなっていうので撮っているので、告知があったりとか、あと機材のなんか話を、プラスで新しくしたいっていうのはないんですけど、僕の気持ちとその実際にあったことっていうのをこうリンクさせながらですね、お話できたらいいなと思ってますので、まあ、登録をしてくださってる方にそれが届いてくれたらいいなと思ってます。最後まで見ていただけたらなと思います。まずですね、このチャンネルはマクソン ROD880 っていうエフェクターを、まあ、レビューしたのが始まりで、あの動画はですね、もうかなりシナリオを考えて、で撮ろうと思って撮った動画になります。このチャンネルを開設するきっかけが、実はこの情勢で、まあ、コロナがあったからチャンネルが開設できたっていうところが実はありまして、まあ、仕事が休みになって、で一律給付金も出て、で時間があると、これは有効活用しなきゃなっていうところが始まりだったんですね。一律給付金は今現在ですね、録画を回してるこのカメラに全突破して、で時間はですね、動画編集の練習時間に当てました。で5月頃ですね、2年前の5月頃になるのかな、に動画投稿を始めて、で1本目、まあ、シナリオを考えたマクソン ROD880 のね、まあ、オーバードライブペダルを紹介しました。かなりあのレビューしやすいペダルで、いろんな要素があるので、話題性もあったし、まあ、生産が終了したっていうのもありましたしね、プレミアが若干ついたかなぐらいのペダルですけど、その動画が始まりで今に至るんですが、本当にいろんな動画をそれから撮りましてですね、 MS3 のループ数を増やすっていう動画があったんですけど、その動画に関してもですね、やっぱり僕自身が動画のコンセプトとして、自分が気になるもの、やっぱり自分自身が見たいって思うものを、じゃあ自分が作ろうっていうスタンスだったので、やっぱり一消費者として、ユーザーとして、ボスの MS3 っていうのはループ数が3つしかなくって、エフェクター3つしかループに入れられないっていうところで、もうちょっと増やせたらすごいいい機材になるんじゃないかなっていうので、その頃ですね、ライムトーンオーディオさんがライムトーンベースっていう機材を出して、まあそれでループ数が増やせるっていうことで、じゃあ動画撮ってみようっつって始めて、そしたらやっぱり反響は大きかったですね。当時にしてはまだ登録者が100人言ってるか言ってないかぐらいでしたけど、再生数がね1000回とかいって、やっぱり嬉しかったですし、それぐらい需要があるんだなと思いまして、でその需要に応えるっていうのが一つの動画作りの喜びだったり、エネルギーだったり、糧になったっていうところはあります。でそれからもっと自分自身が気になっていること、気になっている機材のことだったりっていうのを踏まえた動画作りを心がけようと、それを糧にしようとして、いろんな動画を撮ってきました。まずは現行品とヴィンテージの引き比べとかね、いろいろやりましたね。ダイナコンプとかね、ラットとかやりましたけど、一番印象深いのがジャンレイの初期型と後期型を引き比べるっていう動画で、あれは本当に僕がこう画面上でしてたギタリストの方とコンタクトを取れるきっかけにもなったりして、それぐらい話題性に特化した動画になったのかなと思います。僕自身もですね、やっぱり噂では聞いていたんですけど、実際に後期と初期で何が違うのか、音が違うって言っても、じゃあ何が原因で違うのかっていうの気になるじゃないですか。でそれをやっぱりこう蓋開けてみると分かったりすることが多くって、実際に本当にジャンル蓋開けてみてみたいなことをやったんですけど、
音出してみてやっぱ音違うし、で中見てもやっぱパーツ違うし、まあやっぱそれは違うよねということで、まあ、動画を撮っててすごいいい発見にもなったし、いい動画にもなったのかなと思いますが、あの動画は結構ですねコメントが多くって、でツイッター上でも結構ですね引用リツイートとかもらったりして、いろいろねコメントもらったんですけど、やっぱ気になってる方が多い分、動画撮ってくれてありがとうございますと、こういう動画見たかったんですっていう声もいただく中で、結構突拍子もないコメントも多くって、やっぱり情報社会だし、その中で SNS っていうのをもう身近に感じながら生活してきた年代なので、やっぱり間違った情報が表に出るってすごく怖いことなんですよ。だから僕も分かる範囲のこと、絶対に確証が持てる範囲の情報だけで喋ったんですよ、あの動画って。だから深掘りってそこまでしてないんですけど、どうしてもやっぱりこうちょっと毛が生えたぐらいの情報なんですよ。やっぱ噂だったし、元がジャンレイの初期と後期っていうのがちょっと違うんだよっていうのもちょっと毛の生えた噂ぐらいだったんですよ。だからそれぐらいの情報のコメントがバーって寄せられてきて、例えばなんかコンデンサーじゃ音は変わらないとか、後期は実は失敗作でとか、なんかそういうコメントも実は来てたんですよ。だけどそれって何も知らない人から見たら本当だって思っちゃうじゃないですか。だから僕はそのコメントはもう完全にシャットアウトして、もう消して今更の状態に保つっていうのをすごく維持してました。だからその動画を上げた時にはやっぱり影響力とかすごいその話題性っていうのもすごく感じたんですけど、その反面なんかその情報社会だからこそ間違った情報は世に出しちゃいけないんだなっていう、なんかこう危機感みたいなのもすごく感じた動画になりましたね。もちろん僕が動画上で言ってることは全て正しいし合ってる情報ですし、それこそ深掘りそこまでしなくてよかったなって思ってます。もちろん深掘りはできるけど、それに伴う情報がまた寄せられてくるので、あそこで留めておいてよかったなって今になって思いますね。今日の動画こんな感じで喋っていきたいんですよ。実はこうだったんですよっていう感じのエピソードを話していきたいので、こういう感じの動画になります。本当にねジャンレイの動画は本当にすごかったですね、コメントが。まあ一番大事なのはそのジャンレイの初期型と後期型で本当に音が違うかどうかっていうところなので、そこはもう動画でバッチリ撮れてるので、まあ音は気になっている方いらっしゃったらまた見ていただけたらなと思いますし、なんだったらもう一回撮り直してもいいのかなとも思ってるんですね。音だけこれぐらい違いますよっていうのを、まあ、音だけ撮ってもいいのかなと、まあ、初期型は持ってますし、だからもう一回音だけね再録音してもいいのかななんていうふうには思ってますね。また次ですね、物議を醸したのがですね、ローステッドフレームメイプルを採用したギター2本を弾き比べるっていう動画なんですよ。僕が今メインで使ってるのがこのエキゾチックのギターなんですけど、これがまあローステッドフレームメイプルを採用したギターで、今のとバッカスのローステッドメイプルを採用したギターを弾き比べた動画が、まあ、これを出した時にですねめちゃくちゃもう本当にいろんなインプレッションをもらいまして、アクションをもらいまして、動画のコンセプト的にはその両方のいいとこをくべてでこうだよねって発信するんじゃなくって、僕はね安いギターをベタ褒めする動画があまりにも多かった案件でっていうのに、ちょっとなんか違うんじゃないのって思う部分があったので、あえて自分で買ってきて弾き比べて、いや実はこうだから本当はこうだからっていう動画をどうしても撮りたかったんですよ。そしたらやっぱり皆さん思うことは一緒で、いや案件の動画にうんざりしてたんですとか、いや本当にそうですよねと共感しますっていう風に多くの方がね言ってくださって、非常にありがたかったですし、温かいなと。僕のチャンネル見てくださってる方はやっぱり共感してくれるんだなと。くろうとさん向けの動画をやっぱり上げてましたし、初心者向けの動画僕は上げてないので、高い機材根の張る機材ばっか紹介してましたから、必然的に視聴者の方っていうのはくろうとさんになってくると思うんですけど、そういった方にはやっぱ響くようなと思って動画撮りました。ただまあ一意見としてはやっぱ所有してる方もいらっしゃるわけじゃないですか、そのギターを。でそれを一切こう否定してしまうってなると、やっぱ持ってる側の人間からするとちょっと不快じゃないですか。まあそれはもちろんそうだなと思うんですよ。ただ現実の話をすれば、やっぱ45万のギターと2万とか3万のギターは同じ土俵に上がらないわけじゃないですか。
だからそもそも比べんなよとかも言われたんですけど、そうじゃなくて、まあ、ローステッドメイプルっていうものすごく話題性のあるコンテンツを持ったギターが2本あって、でそれをやっぱり値段の格差があるからやっぱり比べてみようっていうのはやっぱ誰しも興味持つだろうし、僕も興味あったし、でそれで動画撮ってみたので、根本的にはそこなんですよ。やっぱり値段差が大きく開いてる同じものを採用したギターっていう、そこをやっぱり比べてみるっていうのはまああって当然だし、で気になるのも当然だし、だから値段だけで比べたら確かにそれは同じ土俵に上がれない、同じ土俵で戦うことはもうほぼなんかこう違うよねっていうようなものなんですけど、ただ同じものを兼ね備えてたから比べられたっていう話で、実際音もね全然立ち上がりが違うし、まあさすがに45万のエキゾチックの方がねいいものだなっていう認識はみんな共通で持っていただけたような感じはありましたけど、まだねやっぱりその案件の色が強かったものだったので、その案件で言われたことをこう言い方悪いですけど鵜呑みにしてしまって、それがちょっと固定概念としてその頭の中に入ってる方には全くちょっと響かなかったのかなと思いますし、僕とはまたね違った意見でコメントをくれるっていう方もですね多く見受けられたんですけど、結局はやっぱ何を知ってるかというか、どれだけ聞いてきて弾いてきたかどうかなので、それでいいなら別にいいですけど、知ってる人からするとやっぱり所有してる人からするとやっぱこっちの方がいいっていうのが絶対あるので、だから2、3万のギターが 4、50万のギターになり得るかって言われたら、まあそれはもう絶対ありえないし、それは普遍的なものなので、その動画で弾き比べたっていうのはやっぱりそのローステッドメイプルだったらからっていうのと、ローステッドメイプルっていうものを知っていただく、それからローステッドメイプルでの価格差の変化、音色の変化みたいなところが分かればいいのかなっていう、ただそれだけですね。あの動画は安い機材をベタ褒めする案件っていうのに僕自身もすごくうんざりしてたし、だからこそ日本のギタリスト YouTuber を見なくなりましたよね。僕海外のチャンネルしかもう見てなくって、日本のチャンネル全く見てないんですよね。だから日本のマーケットでどれが今ホットなのかとかっていうのを実は知らなくて、ただその分海外のね新作のものとか海外で出てる話題のものとかっていうの方の情報っていうのが強いので、そっちの動画とかね、そういう機材をまたねレビューとか撮れたらいいなとは思ってます。あとこれは絶対話しておきたいなと思ったんですけど、実際にあった楽器店員による悪質な接客っていうこの動画なんですけど、これは僕は撮ってよかったなって思います。再生回数自体は2000回ほどなので、今現在ねそんなに伸びてないから、まあそれもあってあんまりねそこまでこう燃えなかったのかなと思うんですけど、ただそれにしてもですねやっぱり温かく動画見てくださった方が多くてですね、非常にありがたかったです。っていうのはですね、あの動画は僕が学生の頃に経験した話を元にして話してるんですよ。まあ実話なんですけど、学生の頃に味わったものって結構トラウマになるじゃないですかね。それを今の学生の子たちが同じ目に遭ってたらって考えるとすごくいたたまれないし、それはちょっとね大人がどうか変えていかなきゃいけないものなんじゃないかなって思うんですよね。っていうのも僕自身がね学校の先生、教員になりたかったっていう過去があるので、今の学生に対してはおせっかいでいいから、別におせっかいと思われてもいいから、自分自身は学生の味方でありたいっていうのが根本的にあるんですよ。だから学生に向けた動画っていうのも撮りたいなと思ってて、それがまあ初心者向けの機材紹介だったり、まあこういう動画を撮るっていう経緯に当たったんですけど、ざっくり言うとまあ動画の内容的にはまあ制服で楽器屋いたらすごく舐められてしまいましたと、舐められた態度取られましたとっていう話なんですけど、やっぱりね学生の頃にどうしても制服で楽器屋行くことっていうあると思うし、でその時にねなんかなんで学生って分かったら舐めちゃうのかっていうか、なんでそういう接客をするのかっていうのは未だに理解はできないけど、でも実際ある話だったし、現実ある話だし、現状ある話なので、登録者がね少し増えてきて、で収益化もできてっていう段階だったので、だったら多くの人に見てもらいたいし、多くの人が見るべき動画だと思ってたので撮ったっていう感じですね。まあ、若いっていうだけでかなりですね思想拒否とかっていうのもあったりするし、割と直近1年前ぐらいですね、
僕もあったんですけどね、実際にね、ちょっと弾かせてくださいって言った機材が多分フェンダーカスタムショップのテレキャスターだったんですよ。値段で言うとだいたいまあ80万とかかな、それぐらいだったと思うんですけど、それを弾かせてくださいって言った時に、すいません購入されますみたいな言ってきたんですね。で、購入するかどうかはやっぱ弾いてみないとわからないし、それをじゃあ自分が店員じゃなくって消費者としてお客さんとして楽器屋行って同じこと言われたらどうかっていうのをまあ考えりゃすぐわかるよねっていうところで、まあそれができてなかったっていう方だったんだろうなと思うし、僕が1年前に経験したのもそういう感じだったんだろうなと思って、それが面白い話で、僕が学生の頃だったらもうそれで終わっちゃうんですけど、もう大人になってね、ギターもそれなりに弾けるようになるので、僕はギター上手いとは言わないですけど、機材の鳴らし方は上手な方だと思ってます。その機材が一番鳴るポイントだったり、その機材がいい音で鳴るポイントっていうのを熟知してるというか、それまで分かるタイプなので、そのテレキャスター自体もですね、やっぱりあ、こういう感じなんですねとしたら、手のひら返してですね、いろいろこれ弾いてみてくださいって言うわけですよ。で、挙句の果てにはその楽器の中で一番いいテレキャスこれなんですよ、店員の中でこれが一番一押しなんですよ、みんなこれがいいって言ってるんですよ、ぜひ弾いてくださいって言って、めちゃくちゃ手のひら返してくるんですよ。だから最初からね、そういうことするんだったら最初からいい接客してほしいなって思ったし、若いからって言ってね、なんかその高い機材を遠ざけるみたいな、いやあなた買えないでしょみたいなのはやめてほしいなって思いましたし、楽器屋で今ね、金利なんてかかんないでローン組めますから、まあね、社会人になってね、別に二十歳じゃなかろうがね、もう働いてるっていう子もいるだろうから、僕自身そうでしたし、19で社会人になりましたから、全然ね、買える子だっているわけですから、だから若いからっていう理由でその高い機材からこう遠ざけるみたいなっていうのを店員さんがするのはやめていただきたいなとはやっぱり未だに思いますよね。ベラベラ話しましたけど、まあ、これからのことについて話すと、動画の更新頻度的にはまあ今まで週に1本必ず上げてたんですけど、多分もうそんなに上がんないです、ぼちぼちです。上げれる時に上げていこうっていう感じにしますので、まあ随時リクエスト等は OK しますけど、現状はなんか上げれる時に上げていくっていう感じになります。本当にね、もう世の中がこんな感じなので、本当何が起こるかわからないですけど、とりあえずですね、登録してくださってる皆様が健康であること、それからまあ動画が上がった時に見てくださったら嬉しいなと思います。引き続きですね、このチャンネルをぜひよろしくお願いしますと言いたいところですよろしくお願いします。まあ、あえてこういう話をしてますからね、こういう動画でっていうのはね、こういう動画っていうのはもう見てくださってる方っていうのはもう登録してくださってる方なんですよ。絶対僕のこのチャンネルに興味を持ってくださってる方なので、だからその方たちにね、少しでも届いたらいいなと思って動画撮ってますので、まあ最後まで本当にご視聴ありがとうございました。引き続きですね、このチャンネルをよろしくお願いいたします。以上をもちまして、この動画を終わりにしたいなと思います。チャンネル登録はしてくださってると思います、引き続き、まあ動画更新しましたらですね、見ていただけたらなと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。